アンコールありがとうございます。それが一番怖いところですよね、アンコールもらえるかもらえんか。無事アンコールしていただいて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、さっきね歌った曲、じゃあいつも最後に歌ってる曲があるんですけど、ちょっとねアンコールもらえるかなみたいな感じで置いてたんで、その曲を最後に歌って終わりたいなと思います。次歌う曲、最後の曲になるんですけども、アンコールなんでねアンコールなんで最後の曲なんですけど、この曲は私の大事な人が、やっぱり人ってなんで生きてんのかなとか、もう消えてしまいたいなとかやっぱ思ってしまうことって誰しもあると思うんですね。私もやっぱそういう時期あったし、実際去年とか社会人1年目でやってた時とかは本当にもうなんか自分が自分じゃないくらいもうこうわーってなってて、もうベッドから動けない日とかもあったりとか、まあ、実はちょっとこう鬱っぽくなっちゃってた時期もあって、でもまあその中もライブネイブさんでも歌わせてもらってたんですけど、こういろいろ皆さんにねサポートしていただきながら今は明るくやってるんですけど、まあ、やっぱり生きてたらいろんな壁があって、まあ、私も今母がねその闘病中で、すごいそんな風になるとも思ってなかったし、なんかいろいろね人生ってもううまくいかんなとか、なんでこんなことなるんやろって思うこといっぱいあるんですけど、私はこの曲にすごい救われてて、この曲を書いた時は私の大事な人が、まあ、命を絶とうとしたんですね。でその時にその人に頑張って生きようよって言うんじゃなくて、私が生きてほしいからこの曲を送りました。その人に頑張って生きてっていうメッセージじゃなくて、私はあなたに生きていてほしい、私が生きるためにあなたに生きていてほしいんだよって、そんなメッセージを込めて書いた曲です。皆さんも大事な人とかいると思います。自分が頑張ってること周りと比べてしまうこともあると思いますが、自分が頑張ってることを周りと比べなくていい、消えてしまいたいって思った時、その時はこの曲を聴いてください。皆さんの背中を少しでも押せたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。最後1曲歌います。それでは聴いてください、君へ。簡単にかけられる頑張れと、大人に乗せられる軽い手、つまずいた先に何か見えるものがあるなら、僕はまだ足りない、まだ足りないのか、必死に歩いてみたけど何も変わらず過ぎてく、この日常にあの頃は楽しかっただろう、乗り越えた先で誰かの後ろ姿に負けたら
にも言えない悩みとかみんな抱えてると思います。なんで生きてるのかわからなくなる時、そんな時に思い出してほしい。あなたがいるからこの世界は輝いていて、私はあなたがいる明日に